皆さんこんにちは、星の子です。今日はイケアに行ってきたので購入品をね紹介したいと思います。それでは早速スタート。はい、ということで早速ちょっといっぱいあるのでじゃんじゃんやっていきます。まずはちょっとキッチン周りから紹介します。じゃーん、こちら水切りシリコンなんですけど、これは2回目の購入です。499円。料理中にボウルとか鍋とかをねさっと洗ったりとかして、簡単にね布巾で拭いてさっと置いとくことがあるので、その時にこのシリコンの上に置くのがすごく便利で、一つあるんですけど追加でこちら横に並べて敷いておこうと思って買いました。続いてはじゃーん、こちらこれは木のボウルなんですけど1499円です。こういうボウルにサラダをバーって作っておくことが多いんですけど、最近ね壊れてしまって、てか割れちゃったんですよね。なので新たに買いました。はい、続いてもじゃーん、こちら木製のまな板なんですけど、これは799円。朝ごはんちょっとしたものを切るとき用に買いました。ミニトマトとかアボカドとかバナナとかイチゴとかね、そういうのを切るのにいいなと思って、ある人のモーニングルーティンを見た時にこれを使っててなんか可愛く見えたので買いました。よく料理動画で登場している木製のまな板も IKEA のものなんですけど、すごく気に入ってて、こちらもね同様気に入って使えるんじゃないかなと思って買いました。続いてはこちら、プラスチック袋のグレーを買いました。これはもう毎回 IKEA に行ったら買うものです。このねプラスチック袋は何種類かサイズ違いのものであって、私は毎回グレーを買います。でグレーはこちらのサイズ感のものが入ってます。このグレーの大きめの方が 2.5 リットル入って25枚、ホワイトの方が 1.2 リットル入って25枚。このねグレーのものが一番サイズ感がちょうどよくて使い勝手がいいので買ってます。密封しっかりこうできるので液漏れもなく安心して使えます。これはストックがないとね不安なぐらいです。ちょっとね収納用品を買ったのでそちらを紹介します。じゃーん、こちらのケースを2つ、ソッケルビートボックスっていう名前だそうです。299円。なんか100均とかでも売ってるんじゃないと思ったんですけど、後で紹介するラックがあるんですけど、その IKEA で買ったラックにサイズ感がぴったりだったので買いました。これを2つで、次はこれはソッケルビート蓋付きボックスです。これは399円です。さっきのは蓋付きではなく、こういうなんかここが斜めになってるやつなんですけど、こちらは普通のボックスになってて蓋が付いてます。これを2つね。でもう1つがさっき言ってたラックというか、これはワゴンを購入しました。じゃーん、こちらです。この3段になってて下がちゃんとタイヤになってるワゴンを購入しました。これは冷蔵庫横に収納場所っていうかデッドスペースがあるので、そこにねちょっと使おうかなと思って買いました。このボックスがぴったりなんですよね。でここにちょっとおちびさんのお菓子とか入れようかなと思って、あとプロテインとか下は飲み物とか置けるかなと思って買いました。スクープボックスを購入しました。これは 31×34×33 のスクエアになってるボックス、こちらの値段は1499円です。これをね2つ買いました。これは以前廊下のお掃除用品とかの収納を紹介した時にちらっと出てきたものなんですけど、廊下の収納はね全部このスクープボックスで統一していて、足りなかったのでそれの追加用に買いました。どういう風に収納してるかっていうのはまたその概要欄にね廊下の収納の動画を貼っておくので、そちらを見てください。続いてはじゃーん、こちらホワイトのハンガーです。これは8ピースで599円です。木なんですよ、木製というか木製のハンガーって結構高いので8ピースで599円は安い方かなって思うんですけど、どうでしょうかね。これは主人が気に入っていて追加でこれを2個買いました。なので16個、ハンガーが16個増えました。そしてじゃーん、ハンガー用ショルダーシェイっていうんですけど、1つが79円でこれを10個購入しました。これは持ってるハンガーにこう
取り付けるものなんですけど、ラインとか形がねこう丸くなっているので変に肩に跡がつきにくいっていうものです。これも主人が気に入っていて買いました。続いてはインテリアです。こちらこの絵のライトを買いました。かわいい。こちらは2499円です。次はライトなんですけど、細いライトが4つ入ってます。あのテレビ裏とかに貼っておいてこうピカッと光らせるとおしゃれだよみたいな風に IKEA でね飾ってあったので、ちょっと主人が気になったらしく買ってみました。じゃん、こちら。これは3つのなんかサボテンじゃないか、葉っぱさんが入ってるんですけど、もう偽物でもいいやと思って、はい、買いました。3つセットで599円です。はい、そして続いてが、じゃーん。ドフタボプリ、香り付け甘口のナチュラって書いてあります。これは99円です。甘いバニラのような感じで、トイレにね、同じようなものがあるんですけど、もう匂いが消えてしまったので、新たにこれに変えようと思って買いました。前回のもね、IKEA だったんですけど、カラーがオレンジとかブルーとかいろんなカラーがあって、今回はちょっと落ち着いたブラウン系にしました。以上になります。今回は久しぶりにね IKEA 行ったんですけど、やっぱ IKEA ってあんまり商品が変わらないですよね。もうずっと一定というか固定である商品ばっかりなので、買うものもなんか安定してきたかなっていう感じです。 IKEA は店舗じゃなくても通販もあるので、まあ近くにない方はね IKEA のねネット通販もチェックしてみてください。概要欄にじゃあ貼っておきますね。はい、ということでこの動画が良かったよと思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。また。